って旅をしてー。始めます、どうも近藤です。かりです。本日なんですけれども、はい、タイトルにもある通り、少しの間ですね、ちょっとお休みをいただこうと思います。はい、はい、そうなんですよ。なんか別に変な理由とかじゃないんですけど、うん、まあ、喧嘩めっちゃしたとか、うん、借金取りに追われてるとか、母ちゃんが浮気したとか、そんな理由じゃない、そんな理由じゃないですけど、シンプルに今仮住まいとして 1K 賃貸の部屋を借りて2人で同棲してるんですよ。もともと僕たちは、まあ、日本一周をね車でやってて、その途中にトゥルルトゥルルがトゥルルトゥルルがやってきて、あ、これじゃちょっと旅できねえわってなって、その間に今ここに同棲してるんですよ。そうですね。まあ緊急事態宣言がちょっと取れてきて、ちょっとだけ落ち着いてきたんですよね。まあ、だからといって他県に今行けるわけじゃないし、第2波が来ることもあるんで、まあ全然そんな近い将来じゃあ旅に出れるかって言ったらまだそういう話じゃないんですけど、仮住まいとはいえ、このお部屋が2人ともずっと実家暮らしだったんで、初めての同棲したお部屋になるんですよ。そうですね。そう、はい、ね、2人で部屋借りてワク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 してね、いろいろ家具も買ってね、そう借りたけど1ヶ月間今過ごしてきて、はい、思い出がですね、これ YouTube を撮ってるかYouTube を編集してるかアニメ見てるかみたいな。そうだね、いっぱい見たね3つしかないみたいな、それはまずいなと思って、撮影は時間かかんないんだけど、編集がすごい、やっぱり1本5、6時間僕がパソコンに向かわなきゃいけないんで、同棲してる思い出がそんなないみたいな。うん、そうだね。だからそうだから、思い切って少し2週間ぐらいちょっとお休みいただいて、その間はもう普通のカップルとしてちょっとこの家で過ごそうかなっていう感じでございます。思い出をね、増やす時間をいただこうと思います、はい、はい。実際今 YouTube 始めて1年4ヶ月ぐらい経ってるんですけど、その長期でお休みしたことは多分去年のお盆休みぐらい、1週間だけ、そうだね、うん、お休みして、でその1週間もじゃあゆっくりしてたかっていうと、離島に行ってそうだね撮影を、そうカメラの方のとか、普通にお仕事してて、ちゃんと休むのは多分この2週間が初めてかなっていう感じですね。はい、はい。まあでもなんかすっぱりパーンってわけじゃなくて、2人の SNS は地味に更新していくんで、2週間はそっち見ていただけたら嬉しいですっていう感じですね。はい、はい。あ、泣かないでくれ、泣かないでくれ、レディー。泣いてない、泣いてない、大丈夫だ俺はいつでも、というわけでなんか本当にコメント欄とか、いつもあの本当 DM とかいろいろ応援してくださって本当ありがとうございます。ありがとうございます、本当にありがとうございます、ありがとうございます。なんかね、これも、あ、そうやな、そうそう、ほい、なんかお手紙とかすごいやつとかね、すごい折り紙でゲーふたりね、これはすごい、そうお手紙もすげー可愛いやつとか、ボードゲームとか送ってくださったり、はい、本当にありがとうございます。ありがとうございます。どっかにね、このお休み中にこう飾れたらね飾るスペースをちょっといろいろ作ろうと思います。はい、はい、そんな感じですかね。はい、これからじゃあ2週間はまったりしようと思います。と、僕も最近なんか謎になんか作業しすぎてジンマシンが本当にひどいんだよね。すごいんですよ、本当に蚊に刺されてる感じのタイプのジンマシンが、そう夜になるとブワー体中にできて、すごいことになってるの。そうなんですよ、ちょっと休もうとケツが重点的にすごい、ね、かわいそうだもん、ちょっとまた2週間後にですね、またお会いできたらと思います。はい、というわけでまた次回ですね。はい、バイバイ、バイバイ、バイバイ。